俺の名前はルパソ三世。俺の名前は資源大介。この動画は、かの有名な大泥棒とは全く関係のない、ごくごく普通の俺たちが、ただゲームを実況しているだけの動画です。よかったら見てやってくれな。というわけで、外にやってきたはいいが、どこの店に行くんだ？ご近所だと、3カ所あるぞ。一番近い店だとグランドラー。その次が3000メート。一番遠いのはハリケーン商店だ。なんだか意味深な名前ばかりの店だよな。片っ端から順番に見てもらうか。それとも気になる店から行くか。ルパソ、気になる店だとどこなんだ？俺はハリケーン商店かな。資源、お前は？俺はグランドラー。読み方さんは？わしは3000メートだね。全然まとまらない。あら、セミカタさんに、ルパソくんと資源くんじゃないの。ああ、どうも。3人でお出かけかい？買い物に行くの。そうなの。グランドラーに行くのかい？なんでだ？確か今日まで大セール中だよ。え、そうなの？それじゃあ、グランドラーにまず行ってみるか。そうだね、一番近いしね。ところでセミカタさん、今日仕事休みって言ってたけど、何の仕事してるの？絶対教えてくれないよね。それでは、引き続き、セブンデイズブーダイをお楽しみください。というわけで、前回、予告した通り教会に来たわけよ。これまたでかい教会だな。動画では入ったことないな。そうですね。早速入ろうと思いますが、入り口はここじゃないっぽい。バリケードされてんのか。壊せば入れるけど、とりあえずは他の入り口を探しますね。あからさまに階段がありました。この教会地下があるんだ。ボスも昔、地下のある教会に入ったことがあるけど、こっちの教会の方が断然大きいな。あれ、敵がいない。ここに隠れて。あら、いない。もしかして、無人？もしかして、楽勝？ここもいな。あーばば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 。ちょ、ま、そいー。お前、また落とし穴に引っかかってんのか。あると思わねえだろうか。で、ここは、本棚がたくさんある教会なんだね。空になってる棚も多いが、どうやらここも、本スポットみたいだな。まあ、初日で本を漁っているので、既読の本も多いけど、まだまだ未読の本も多いので、非常にありがたいですよ。そうだな。本は漁り終えましたので、次行こう。さらに下に行くのか。お、棺桶スペースですか？みたいだな。武器、出てこないかな。布切れですね。食料がもうないんだよ。シャム缶がたくさんあるだろう。シャムチャウダーのために取っておきたい。パスしたら意味ねえじゃねえか。最悪シャム缶を食べるけど、まずは武器が欲しいんだよ。とにかく朝ごう、缶桶、リュックも、お、用なしの缶詰、食べちゃおう。用なしは食べるんだ。何かの材料じゃないからね、用なしは。しかし武器が出ないな。一番で安いのはダメだもんな。全部見た、かな。他の場所を調べていこうぜ。ここから上に戻るっぽい。しかし、床穴だらけだな。なんでこんなとこ、通らないといけないんだ。お、ここから行けそう。でかいだけあって迷いそうだな。なーに、カリオストロの城だと思えば。入ったことないだろう、お前は。バレた。あれ？落とし穴の場所と違う。反対側に出てきたんじゃねえのか？ああ、そういうことか。ルートはここしかないですね。地下に戻る階段は壊れているようだな。いやあ、上に行くしかないと。そういうことでございますね。なんじゃこりゃあ。また愉快なアスレチックかよー。好きだろ、そういうの。嫌いではないですけども。どひやあ、無言で近づきやがって。もう登ってくる前に、とっとと上に行けよ。そうですね。はい、登り切りましたよっと。見た目あまり変わらないけども、上の階に来たんですかね。で、ここから降りると。教会の本堂見てるっぽいな。おい、どうした？落ち着きがねえぞ。いや、ここ来たことある。へえ。ボス旦那さんとのマルチで来たな。ここにいっぱいゾンビいたのだけども、10日目なので強いゾンビはいないっぽいね。やっつけましたので、まずは食材付きのろうそくを壊そうか。バチ当たんぞ。だってこれろうそくだけじゃなくて、鉄も取れるんですよ。食材付きのろうそくごと取れたらいいのだけどね。ここは何やら掘り、
予想はついてたけど、懺悔室ですね。椅子もない。えい。だから罰当たりなことはやめろって。神父様側に何かありそう。そんだけ物を破壊しといて、神父様呼ばわりとは。なぜか懺悔室に机。しかも今、パーカー入ってたぞ。神父様だって、たまにはおしゃれしたい。しねえだろ。ゾイ、前の方に近づいてきたら、割とゾンビが残ってました。で、荷物がいっぱいになってきたので、これ壊したら、一旦荷物置いてきますね。よろしくどうぞ。で、ここからどうやって上に行くのか、覚えておらんのですよ。上、さっき行ったんじゃないのか？違うんです。ご褒美が置いてる場所があるんです。あら、本だわ。時限爆弾のレシピ本と、ノックダウン率が上がる本だ。それはいいのよ。それよりも上に行く道順よ。ご褒美、あそこだった気がするんだけどな。あんな高い場所にあんのかよ。全くルートを覚えてない。なぜなら、ボスガンナさんの後をついて行ってただけだから。ああ、ついていくだけだと頭に入らないよな。もうこの部屋しか残されてないな。見ておくか。お、出たよ。グレードトラップのレシピ本。金庫の発見。武器が出るといいな。よしよし、開いたぜ。ナックルだったな。まあ、ルパソは使わないが武器だぞ。クソが。怒らないの。ここにはしごがありました。ここからご褒美に行けそうです。出た先は、またもやさっき行った場所と反対側になるらしい。迷子になりやすい人は要注意だね。で、ここからさらに上に行きますと、塔から外に出れるようになってます。上級者面の屋根だな。そうそう、ボスガンナさんと来たよ、ここ。カリオストロみたいつって、テンションが上がってましたよ。言いたいことはわかるが、ここは教会だからな。で、ご褒美部屋が、この先にあるんですよ。あの塔の中。で、その細い板を伝っていくのか？資源。うん？ライターある？なんでライター？それを落としそうになってからの、あらららららら。そ、ない？ライター。ねえよ。あったところで超人並みのジャンプはできねえから、さっさと渡りやがれ。怖いんすよー。そんな細いところ渡りたくな。いや、こっちから行けるよね。うわぁ、ルパソ、超ダサい。なんとでも言え、俺は死にたくないだけだ。ドヒー。お前、また感染してるぞ。あとはご褒美見るだけなんで、先にあさってから蜂蜜舐めに帰りますよ。起きるかと思った。通路が狭いから、慎重に行け。リュックが落ちてる。ゾンビ病の薬入ってないかな。毎回。ハーブの錠剤が、蜂蜜よりも治癒力が高いぜ。水グビグビー。で、飲まないんかい。喉、渇いていたのでお水飲みました。そっちじゃない、薬を飲め、薬を。もったいないのでとりあえず取っておきます。この上ですね、登りましょう。フレーム置いたので、安全に登れますぜ。おったからー、おったからー。よーいしょ。おー、これは武器でそう。早速見てみようぜ。まずは武器バッグが。うん、禁止力の木の工房が出たぞ。これはめげない。次はショットガンメシアの箱が。入れよ、ピストル。パーツがいっぱい入ってたな。違う、それじゃない。最後はチェストですよ。一番期待ない。武器すら入ってないっていうね。もういいっす、帰ります。帰ってシャム缶を限ります。武器はもう作った方が早い気がするんだが。やだよ、武器にスキルポイントを使いたくないもん。まあ、どうやろうと自由だからな。頑張りなさいよ。うん、そこは本拠点か。はい、まだお見せできないので後ろ向きですが。まだ完成してないのか。実はですね、ペンキが足りなくてですね。あ、今色を塗ってる最中なのか。だから塗料が欲しいんです。あ、武器や服を染めるやつな。塗料を解体すればペンキになるので、服屋を探したいのですが、ざっと隣町とか見て回ったところ、服屋がなくてですね。代わりに新しい建築物を発見したので、塗料を探しがてらそこを探索しようかと思います。つまり、ちょっと息抜きがしたいんだな。そうとも言う。ここだよ、ここ。うん？バートス、サルベージ？はい、バートの修理屋さん。いや、塗料率めちゃくちゃ低そうなんだが。いいじゃん。ちょっとは探索させてよ。いや、編集してるこの動画だと、
お前は探索ばかりしてるぜ。そんなことないです。今めちゃくちゃ建築中なんだから。いやー奥へ進むぜ。うん、おお、何これ、ショベルカーおい、なんかだな。ああ、ここで廃棄物を集めてるんだ。使えそうなものは修理したりリメイクして、それを売るやつだな。アメリカの番組であるよね、シミュレーター系のゲームでも多いな。なんでだろう、夢があるから。日本のゲームではあまり見かけないよね。日本のリサイクルショップとはまた少し違うからじゃね。やねー、日本のリサイクルショップゲームなんて出てもあまり興味湧かないもんね。というわけで怪しげなはしごを見つけました。また地下に潜る系か。まあ教会ほどの広さはないと思うので、サクッと探索しちゃいましょう。あれ、これ落ちたら戻れないのね。どこかに隠れ出口があるってことか。想像以上に広いな、ここ。扉がたくさんあるな。しかもさらに降りるハッチまで。この四方にある扉は、あ、閉まってますね。こっちも閉まってる。奥のも閉まってそうだな。あ、開いてる。寝てる。なんで看護師が寝てるんだ。ここに避難してきてたとか。そう考えると、いてもおかしくはないのか。こっちに行くべきか、もう一つ下に降りれそうなハッチから行くべきか。とりあえず行ってみたらどうだ。そうですね、出口があったら突き返してこよう。ああ、出口があるっぽいですね。先に低賃金ボックス見ておくか。違うんだな、ハケじゃないんだな。もう作ってるんだな、ハケは。そうじゃなくて、塗料かペンキが欲しいんだな。服屋じゃないから、そうそう出てこないだろうな。まあいいや、先に出口を確認しておくか。この上がそうなのか。多分ね。で、鉄板で埋もれてるじゃねえか。なるほど、これ最初の小さな小屋に出るね。なんでわかる。不自然に床に数箇所、同じ鉄板の柄があったから。ほう、チェックしてますな。で、腹減って仕方なくてですね、ここに来る途中狩りをしてお肉がありまして、さっき鍋も拾ったので、ご飯作るぜ。まずそうな茹で肉。ご飯ができるまでの間、ここ見てなかったのでチェックします。ん、ハッチが目の前に。開けたらいいが、中覗けない。あ、ちょ、変なところに登るんじゃない。正面から開ける。ちょ、押される。あっぶねー。すごく地味な映像になってるけどな。なんて危険なタンクなんだ。しかもあったのはリュック。しかも空き缶。ふざけやがって。できたか、俺の茹で肉。おお、できてるできてる。むしゃむしゃ、もぐもぐ。にゃあ、さっきのハッチの下に行ってみるか。せわ。ああ、四方のはしごを登っていくと、施錠されてる部屋の中に入れるんだ。どこかがお宝部屋になってそうだな。いいね、早速順番に行ってみようぜ。こらしまって。おお、お宝か。うわあ、痛い痛い。今、女子たちにタコ殴りされた。この待ち伏せは卑怯だな。しかもあったのは食い物の箱一個だと。う、食い物ゲロ。よかったじゃないか、ジャム缶。そうじゃなくて調理された食べ物がいいの。とにかく、次を見に行こうぜ。にゃあ、次の部屋を見ます。ん？割と広い。ここは、作業員用の寝室？なになに？どこどこ？痛い。びっくりするだろう。やけにゾンビの数が多かったのは、ご褒美があるからのようですね。早速開けちゃう。何が入ってるでしょうか。ピストル一つ出てこないとは。補強チェスト、お願いしやす。ガチで出てこないな。武器バッグ。お、使用ナイフが出たぞ。俺が欲しいのはピストルなんだってば。しかし、従業員のベッドがやけに多い。こんなに人を雇うってことは、相当儲けていたってことか。やっぱアメリカのこういうお店は夢があるんだね。じゃあ最後のお部屋に行ってみるか。ご褒美部屋ではないのは明らかだがな。割と狭い。何のお部屋だ？ここは。あら、ちょ、狭。何はのとんねん。いや、笑ってはないだろ別に。ここはユニットバスだったような。しかし、武器は出てこなかった。周りに何かないか見てみたけど、特になかったっす。牧羊。わ、何これ？動物のお墓かな？骨いただいておきましょう。ん？ん？チェストが赤い。これは特別な何かが？ショットガンの弾でした。
ただのチェストじゃねえか。意味深に赤くしやがって。レオ、一つ行ってない場所が発覚した。またそこに登るのか？この小屋の2階部分、何かありそうなんだよね。多分ここから行けるんじゃないかと。よいと。あら、行けた。ほらー、何かありそう。事務所っぽいスペースなのかな。と言っても、箱とかあるわけじゃなかった。探索はできたが、目的の物が出てきてないな。塗料付きの靴とかは出てきたよ。それを解体しますせ。というかルパソ、階段から来れたじゃないか。そうみたいだな。ルパソのうっかりさん。で、塗料はいくつ集まったんだ？2個ですね。2個？たったの2個？で、解体すると電気はいくつになるんだ？1つ15個ね、計30個です。ささ30。たったの30？もう、うるさいよ。ルパソ、それはもう、電気を作れる科学ステーションを作った方が、早いと思うぞ。いや、もう少し頑張る。この後、近くの一軒家に入り、ゾンビと戦いながら、武器や塗料を探してみたが、塗料はそこまで集まらず、武器も欲しいものは入手することはなかった。お待たせしました。おう、待ちくたびれたぜ。作業小屋ができたので、見てやってください。うん、早見せれ。こちらでございます。おう。なんか、よくわからんな。屋根が山にめり込んでいるが、最初作ってた床部分は、室内じゃなくて、玄関ポーチだったんだ。そうです。山にめり込んだ山と一体型ありと。その名は、ルパソ山の城。いや、まだ城できてないじゃん。そうなの、まだできてないの。とにかく、中を見せてくれよ。作業部屋はできたんだろう？はい、作業部屋だけ仕上がりました。前回は和風だったが、今回は洋風なんだな。お城ですから。城。城だけに白い城。昔、小学生になった頃、学校で白い城を作った記憶が蘇ってね。ああ、紙粘土で作ったあれか。それで白い城になった。いや、まだ作業部屋しか作れてないじゃん。これが名前が書ける箱ね。すでにアイテムは全て移動させたので、箱の中にすり分けてます。のもあるし、常備するスペースもあります。こちらは作業台。うん。そしてこちらが科学ステーションです。電気足りなかったので、作りました。で、セメントミキサーね。建築には必須だもんな、セメントミキサー。とまあ、こんな感じです。その岩の部分は？これから掘るんです。掘る？城を作るので。時間かかりそうだな。気長に待っててもらえますか。現段階で、これ以上の収録が進んでません。で、これからの予定がですね。まずは、外を行き来するための通路と、食料を確保したいので、この辺りに畑を作ります。このボコボコの土は平らにしますね。なんで殴ってる？作業が大変だとアピールしてるんです。好きでやってるくせに。あとは、この辺に外へ出る通路を作るよ。というのも、ここの先にですね、ちょうど途切れた道があるんです。あれな。あの道に出られるようにしたい。しかし、あの道の高さと、アジト側の高さ、随分違うぞ。そう、だからトンネルになるかなって。で、途中から上に上がるように坂道になるかなって。まあ、なんとかなるっしょ。うん、めちゃくちゃ時間かかりそうなのはわかった。ルパソ山の城の建築は、畑と通路ができたら、また動画にしたいと思います。はい、頑張ってください。というわけで、今日の動画はここまでです。次回もまた見てやってくれな。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。